皆さんどうもお久しぶりです、シュウです。今回はですね、今まで使ってきたスキンケアたちの中でこれは使って美肌に近づいたなみたいなスキンケアたくさんあるので、ちょっとそれをね今回はご紹介したいと思います。ってことで、まずでクレンジング、洗顔、化粧水、美容液、もう全部クリームまであらゆるスキンケアアイテムを紹介しますので、ぜひ最後まで見ていってください。ってことで、まずクレンジングからいきます。クレンジングはね、バームとオイルがあるんですけど、僕結構ね、オイルよりバーム派で、バーム3つ、オイル1つ紹介していきたいと思います。バームなんですけど、ちょっとね、中身がもう今ないんで、ない状態なんで、ちゃっとね、いきますね。テクスチャーとかちょっと確認できないので。まず1つ目。これめっちゃおすすめのやつ。新感覚なテクスチャーのクレンジングバームで、パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバーム。この黄色いやつですね。黄色いやつ。これね、スパチュラが不足してなくて、もうね、手ですくい上げるタイプのクレンジングバームなんですけど、ふかした芋みたいなテクスチャーはちょっと今空っぽなんで、ね、できないのがちょっと心苦しいっていうか良くないんだけど、芋をほじくってるみたいなテクスチャーで、毛穴っていうよりね、肌のごわつきとか白い角栓にいいクレンジングバームですね。結構さっぱりしてるので乾燥肌さんにはどうかなって感じかな。で、次ちゃちゃっといきますね。次はクレージュクレンジングバームモイスト N ってやつ。これ、ね、3つあって、白とこのグレーのやつと真っ黒のやつがあるんですけど、このグレーのやつが一番おすすめですね。でとにかく黒ずみ毛穴にはいいよっていうやつで、緩めのテクスチャーなんで結構馴染むし、黒ずみ毛穴にめちゃくちゃ効きますね。で、洗い上がりもしっとりしてて、さっぱりっていうよりは保湿感のあるしっとりしてるテクスチャー洗い上がりなので、乾燥肌さんにかなりおすすめです。こちらね。次がラスト、バームラストね。次これです。これアンレーベル V クレンジングバームってやつ。これアンレーベルのやつって青と黄色あるんですけど、この黄色の方ね、黄色の方がめちゃくちゃいいです。個人的に何がいいかっていうと、毛穴、ニキビ、肌のごわつきにめっちゃいい3拍子揃ってる優秀なクレンジングバームで、黒ずみ毛穴はもちろんなんですけど、白い角栓とか詰まり毛穴にマジでおすすめなバームです。で、まあこれさっぱりし、このパーフェクトワンフォーカス、これよりもさっぱりしすぎず、かといってしっとりしすぎず、こっちのクレイジーよりもしっとり しすぎない感じの、まあ、ちょうどいい洗い上がりのテクスチャーのバームですね。乾燥肌さんとか、脂性肌さんとか、混合肌さんとかも、全肌質におすすめなバームですね。これ使ってて洗い上がりかなり気に入ったバームですね。これの3つが、クレンジングバーム。おすすめのクレンジングバーム。で、オイルいきます。で、これですね。次。オイル。クレンジングオイルです。シュウエムラのアルティムスプリムビューティークレンジングオイル。ちょっと言えないんだけど。こちらですね。ちょっとこの間じゃないか、何年前だろう、1年前に、ハローキティコラボ、1年前だっけかな、確か1年前にハローキティコラボをしてた時に購入したクレンジングオイルです。もうなくなっちゃうんですけどね。ちょっとファンケルのクレンジングオイルと迷ったんですけど、まぁ、ちょっとシュウエムラにしました。オイルはあんまり使わないんですけど、これ使うとね、メイク一瞬で落ちる。バームよりも全然落ちの素早さが違うし、洗い上がりも結構さっぱりしてて、油膜感がないクレンジングオイルでした。毛穴もね、ちょっとバームほどじゃないんだけど、毛穴にも黒ずみ毛穴かな、にも効果的かなって思いましたね。で、まあオイルの中で僕ファンケルにもシュウエムラのが好き。まあ値段的にはファンケルのが全然安いんですけど、っていう感じです。ハローキティコラボ可愛いです。こんな感じです。で、次いきます。洗顔。洗顔が多分一番家にあるんじゃないかなっていうぐらい洗顔使ってる、いろんな洗顔使ってるんですけど、中でも僕個人的に良かったなっていう洗顔が、まあ4つちょっと今回を紹介しようかなと思います。で、まず1つ目がこちらですね。AHA の、クレンジングリサーチウォッシュクレンジング C ってやつ、この黄色いやつですね。ちょっと黄色大好きすぎるんですけどね。ビタミン C が結構入ってるスキンケアアイテムが多いんで、ちょっと黄色に偏っちゃうんですけど、で、これ何がいいかっていうと、肌のごわつきとか角質ケアにマジでいい。本当に。角質ケアにリンゴ酸とか、スクラブ、あとパパインが入ってて、とにかくごわついてて、で、ニキビとか黒ずみが目立つよとか気になるよって方に、本当におすすめです。ただね、ちょっと高い。1000円超えてるんじゃないかな。1100円ぐらい確かだったと思うんですけど、ちょっと高いっていうのと、あと、洗浄力が高いので、乾燥肌さんとかは良くないかなっていう。あと、敏感肌さんとかはちょっと刺激に感じちゃうかもしれないですね。まあ、これは結構おすすめです。僕個人的に好きで使ってました。今も使ってます。ちょっとまだあるんですけど。で、次、いきます。これ。アクネスのメンソレータム薬用クリーム洗顔ですね。これはね、もう何本使ったかわかんないぐらいちょっと使ってるんですけれども、殺菌成分のイソプロピルメチルフェノールと抗炎症成分のグリチルリチン酸ジカリウムが入ってて、まあ、この2つは結構いろんなね、ニキビ向けの洗顔には入ってる、よく見る成分なんですけど、何がこれいいかっていうと、ビタミン C、リン酸マグネシウムっていうね、皮脂抑制成分と酢酸トコフェロールってビタミン E が入ってて、
皮脂がすごい方、思春期ニキビで皮脂がさらにすごい方にめちゃくちゃいい洗顔です。とにかく思春期ニキビ向けの洗顔なので、洗浄力も結構あるし、さっぱりするっていう感じかな。なので乾燥肌さんとかはちょっと微妙かもしれないですね。で、次がちょっとここまでは姿勢肌さんとか混合肌さん向けの洗顔の紹介だったんですけど、乾燥肌さんにもおすすめな洗顔がありますので紹介します。僕がね、個人的にいいなと思ったのがこの2つなんですけど、まず1つ目こっちがアルージェモイスチャーフォームっていう泡タイプの洗顔です、ね、泡タイプの洗顔で、ニキビに効果的な、ね、有効成分が、クリチルリチン酸ジカリウムとアミノカプロン酸だっけ、そんな感じの成分が入ってて、本当にニキビにめちゃくちゃいいよっていうのと、弱酸性無香料無着色で、鉱物無添加、あとは表示指定成分無添加、あとはノンアルコール、あとノンパラベン。ノンパラベンはそんな別に気にしなくてもいいと思うんですけど、アルコールも入ってませんよっていう、結構低刺激でかつニキビケアもできるような洗顔です。機材に保湿成分がめっちゃ入ってて、結構洗い上がりもさっぱりしつつも保湿成分も入ってるのでしっとりもするっていう、結構いい感じの洗い上がりになります。で、テクスチャーはこんな感じで、割と緩めな泡ですね。緩めな泡でふわふわ洗える感じで、香りもあんまりしないの、っていうか全然しないですね。結構香りも独特な香りしないので使いやすいかなと思います。で、泡洗顔の中でも割と洗浄力は高めですね。乾燥肌さんと混合肌さんに結構おすすめな洗顔かなと思ってます。で、次がね、これも完全に敏感肌さんと、あと乾燥肌さんにめっちゃいいなと思ってる洗顔なんですけど、キュレルの純質保湿泡洗顔料ですね。で、これはですね、本当にね、しっとり洗ってくれるのが特徴で、これもグリチルリチン酸ジカリウムが入ってるので、ニキビにもいいし、あらゆる肌荒れにも結構効果的かなって思ってます。とにかくね、乾燥肌さんで何使っても肌荒れるよって方は、ぬるま湯洗顔がこれを使ってみたらいいんじゃないかなと思ってます。ミノンの洗顔もいいの、今回はこのキュレルを紹介します。これマジで乾燥肌さんおすすめです。で、洗顔はこのくらいですね、4つで。次、拭き取り化粧水いきますね。拭き取り化粧水は本当にニキビとか毛穴に悩んでる方、あと肌のゴワつきとかに悩んでる方はガチで使ってほしいスキンケアの工程の一つです。っていうか、拭き取り化粧水 やるだけってちょっと過言かもしれないんですけど、本当に拭き取り化粧水やるだけでかなり肌質変わると僕は思ってます。で、拭き取り化粧水って、ぶっちゃけ何っていう人もいるかと思うので、ちょっと軽く説明すると、古い角質、肌の一番表面にある古い角質が、肌表面に溜まってしまって、本当にそれが溜まりに溜まって起きてしまう、肌のゴワつきとか黒ずみ毛穴とか、あとは詰まり毛穴とかニキビを予防してくれるような優秀なアイテムがこの拭き取り化粧水です。で、拭き取り化粧水って、オードムーゲとか美顔水とか結構有名な化粧水あると思うんですけど、僕は最近使っててめちゃくちゃいいなと思ってるのがこの無印のクリアケア薬用拭き取りローションってやつ。無印って多分拭き取り化粧水2つ、これ含めたら2種類あるのかな。もう1個あるんですけど、僕はこっちの方がいいかなと思ってます。もう1個の方はね、拭き取りっていうよりなんか保湿化粧水な感じがちょっとしてるかな。なんですけど、こっちはマジでおすすめですね。これ何がいいかというとね、拭き取り化粧水特有のさ、エタノール感、スースー感がマジなくて、柑橘の香りってすごいいい匂いするんだよ。さっぱり感はあるんだけど、スースー感がないっていう感じですね。エタノールのスースー感が全くない。エタノール入ってないっていうのもあるんだけど、とにかくね、本当に香りが好き。香りがめちゃくちゃいい。で、刺激の強いタイプじゃないので、拭き取り化粧水使ってきて今までめちゃくちゃ肌荒れたよとか、ちょっと刺激強すぎて使えないよって方にも、もしかしたら全然問題なく使えるような化粧水、拭き取り化粧水になってます。っていうね、最近僕こればっか使ってますね。めっちゃいいんですよ、柑橘の香り。拭き取り化粧水はこれがおすすめです。で、次、もう化粧水いっちゃいますね。化粧水は2つだけちょっとおすすめしたいんですけど、ちょっとね、高いんであんまり手が出せないかもしれないんですけど、僕はマジで値段以上に価値のある化粧水だと思ってて、それはこちらですね、 SK-2 の化粧水です。これはちょっとね、 めちゃくちゃ折り高いんで正直手を出せるのも出しづらいと思うんですけど、本当でも使ってみたらガチで変わるアイテムです。で、ガラクトミセス培養液、ピテラっていう、ガラクトミセス培養液っていう成分が入ってるんですけど、成分が 90% 以上入ってるんですけど、その成分がね、マジで良くて、ほんと良くて、牛乳を発酵させた成分なんですけど、ガラクトミセスって。アミノ酸とかミネラルとかビタミンとか、いろんなすごい美容成分が50種類以上も豊富に入っているのがこのガラクトミセスっていう。で、それが 90% 入ってるのがこの化粧水っていう。
感じです。一応期待できる効果が保湿効果、まあ当たり前ですね、保湿効果、皮脂抑制効果、トーンアップも期待できるし、あときめ細かい肌にもなれるっていう、まあなので、まああらゆる肌あれに、肌悩みに効果的な化粧水になってます。すごい営業してるみたいですけど、マジでいいんで、本当に PR のでも何でもないです。本当に僕が今までちょっと SK2 の化粧水使ってた一部なんですけど、まあ、5個4個あるんで、もうこんぐらいリピートしてるんですけど、4つぐらいかな今リピートしてて、ちっちゃいの回せると4商品、まあ、まあ、他にもちょっと後ろにもあるんですけど、6個ぐらいちょっとリピートしてる感じですね。それぐらいめちゃくちゃくて、本当にいいですね。ただね、ただちょっと難点があって、匂いが臭いです。本当に。唾液の匂いかな。慣れるとね、気にならなくなるんですけど、ちょっとね、臭い。今もね、やっぱ臭いなと思いますね。うん、ちょっと臭い、ね。で、シャバシャバなテクスチャーで、ちょっともったいないけど出しちゃおう。こんな感じでシャバシャバなテクスチャー。ほんとシャバシャバ。もうとろみが一切ないって言っても過言じゃないぐらいシャバシャバな化粧水で、シャバシャバなのに肌に塗布すると結構しっとりするっていう、よくあるようなシャバシャバの化粧水です。で、肌に塗布するとしっとりするっていう。ただこれね、高いじゃないですか。もう多分この何ミリリットル、230ミリリットルで多分2万円ぐらいする、1万円だっけ、2万円ぐらいする化粧水なんですけど、それ買えないよっていう方には、僕も最近これちょこちょこ SK2 の化粧水の間に挟んで使ってるんですけど、これですね。マンシングのガラクトミセスの化粧水。これがね、僕は SK2 の代わりとして使ってもいいかなって思ってる化粧水。まあ、名前の通りガラクトミセス、SK2 に入ってる 90% 以上も入ってるガラクトミセスっていう成分がこれにも入ってて、これにも結構入ってて、ただね、違うところが、まあ、ありましてですね。テクスチャーがね、結構とろみのあるテクスチャーなんですよ、ね。結構とろみがある感じです。SK2 よりもシャバシャバじゃなくてちょっととろみのある感じなので、少しね、油膜感があるっていうか、オイルっぽい感じです。なので、苦手な人は苦手かもしれない。でも、しっとりするし、保湿力も十分あるんで、結構、乾燥肌さんとかは、もしかしたらシャバシャバな方の SK2 よりも、ワンシングのこっちの方がいいかもしれない。ま、これもちょっと高いけどね。高いんですけど、化粧水にしては。でも、かなりおすすめな化粧水です。まあ、試す価値はあるかなと思いますね。SK2 より安いので。で次が、まあ、シートマスクいきますね。シートマスクは、こちらです。シートマスクどうしようかな、3つぐらいかな。まずこれ、こちら。ピュレアのクリアエッセンスマスク。これ多分皆さん知ってるんじゃないかな。てか、まあ、今日紹介するシートマスク皆さん知ってると思うんですけど、これはね、もう成分、あらゆる美容成分が豊富に配合されてるっていう、もうふんだんすぎる感じ。もう、僕が好きな成分がもう全部入ってるっていうぐらい優秀なシートマスクです。あ、ビタミン C は入ってないかもしれない。入ってないですね。入ってないですね、見た感じ。入ってるのはガラクトミセス、さっき言ったガラクトミセス、ナイアシンアミド、美白とかシワにいいナイアシンアミド、あとセラミド、保湿成分のセラミド、あとツボクサエキスですね。赤みとかニキビにもいいツボクサエキス、あとはグリチルリチン酸ジカリウムね、その抗炎症成分のグリチルリチン酸ジカリウムも入ってますよっていう、マジで優秀なシートマスクです。で、これ結構ね、シートマスク固めで割と薄い、分厚くなくて結構薄めのシートマスクなんですけど、めっちゃフィット感があるし、剥がした後、本当に保湿、しっとりするんで、翌朝までそれも持続するから、僕はね、とにかく肌のごわつきとか、なんかちょっと肌の調子、揺らぎ肌っていうかね、一時的な敏感肌の揺らぎ肌に乗ってる時は、これを使ってます。次これですね、チョイのシートマスク。これはね、黒い方、オレンジと黒はあるんですけど、黒い方がマジでおすすめです。で、これ何にいいかっていうと、ニキビですね。もうとにかくニキビ。できてしまったニキビにもいいし、ニキビの予防にもおすすめなシートマスクです。ニキビがポツッとか結構でかい赤ニキビとかできた時は僕はこれ使ってます。とにかくさっぱりするし、保湿っていうよりもほんとさっぱりする。ニキビを治すために使ってるシートマスクです。マジで保湿力ほぼ皆無なんだけど、なので、これ使った後はしっかり化粧水もして美容液も塗ってクリーム塗ってます。とにかく、まあ、ニキビにいいシートマスクです。あとね、ちょっと難点が一個あって、保湿力はないのはもちろんなんですけど、シートのね、目のこの空間が空きすぎるっていう。ちょっとやってみようかな。やってみますね、ちょっと。今、ちょっとやってみます。ちょっと簡単にね。ちょっと今、シートマスクするとね、これマジでね、サイズ感が合わないんですよ。なんか、ちょいめっちゃいいんだけど、サイズが合わなくて、なんか目がね、目の部分の方、ほら、めっちゃ大きくない？これ。どんだけ目でかい人なの？目でかい人用なのって感じなんですけど。あと僕、シートマスクかなり下手なんで、それもあるかもしれない。こんな感じですね。これを、まあ、やりますよ。やると、まあ、こんな感じですね。こんな感じが、こんな感じ多いな。こういう感じ。ほら、なんか目のこの、
ここすごい開いちゃうっていう大問題。まあでもあれかな、刺激成分が結構入ってるから、あれなのかな、 目の粘膜に入らないようにしてくれてるの、それもあるかな。え、マジでシートマスク貼るの下手すぎるんだよね。大丈夫かな。あとここも開いてるし、ね、鼻の横ちょっと大きすぎるっていうのもあるかも。サイズ感が合わないっていうのがちょっとこれのマスクの難点ですね。で最後おすすめしたいのがこちらです。これ VT 歯科のシートマスク、これも有名だと思うんですけど、これはあの日々あの日常使いとして使ってるシートマスクですね。本当毎日使ってます。何がいいかというと、まあ、赤ら顔、まあ、ちょっと肌の赤みができ赤みが気になるよとか、赤ら顔、肌の赤みにめちゃくちゃいいあのシートマスクです。まあ、ニキビにももちろんいいので日常使いしてますね、これは。はい、次じゃあ美容液いきます。美容液はね結構、まあ、あって、まず一つ目がですねこちらです。イニスフリーのシカレチノール、あ、レチノールシカリペアセラムですね。これはね、何がいいかと言いますとですね、レチノールの他にナイアシアミド、ツボクサエキス、まあ、シカ成分、あとアデノシンっていう成分が配合されてて、美白とか、あとはシワ改善もそうですし、ハリとか弾力のケアにもマジでいい美容液です。なので、あらゆる、まあ、どっちかといったらエイジングケアにおすすめな美容液ですね。とろみのあるテクスチャーで、こんな感じかな。結構とろみのあるテクスチャー。トローンとしてるテクスチャーで、まあ普通に伸びがいい感じの、トローンとしてるのに結構まあ肌につけるとさっぱりしてるようなテクスチャーになってます。でただね、香りが少しね、なんだろう、牛乳っぽい香りがちょっとほんのりするかなって感じなので、香りはちょっと癖があるかもしれない。これレチノール入ってるから、なんだろう、 A 反応、皮むけが出るんじゃないかとか、そういう心配をされる方も結構いるかなと思うんですけど、マジでそんなことなくて、低刺激だし、本当にレチノール入ってるのに皮むけ、A 反応起きないし、マイルドな感じの美容液なので、まあ、どんな肌質の方にも使える美容液だと思ってます。今からね、将来のシワ予防として使うのもありかなって思ってます、ね。次、オバジュのこちら美容液です。これね、オバジュの美容液の中でも、C5 セラムっていう、なんか一番多分安いやつかな、なんですけど、僕これでも十分効果があるかなと思ってるやつで、あの黒ずみの毛穴はもちろん、詰まり毛穴とか開き毛穴、まあ、あらゆる毛穴に効果がある美容液で、マジでこれ速攻性があるっていうのが一番特徴かもしれない。ただね、かなり高いし、C5 だったら多分3、4000円かな確かするし、あと香りもね、ちょっと癖がある香り、なんか鉄の匂いっていうのか、ちょっと癖のある香りで手が出しづらい、あと刺激がめちゃくちゃあるっていうのもあって、ちょっと手が出しづらい美容液かもしれない。ただマジで速攻性あるので、ぜひ使ってみてほしいなっていうアイテムですね。で次、これ集中ケア美容液ダーマレーザーウルスラシーセラムっていう美容液なんですけど、これはまあ、オバジが使えない、刺激が強すぎて使えないとか、高すぎて使えないって方に、まあ、いいかなと思ってる化粧水、あ、美容液です。まあ、香りも独特じゃない、普通の、なんだろうな、まあ普通の、まあちょっと柑橘の香りがするぐらいのいい香りもする美容液で、オバジュと同じでビタミン C 誘導体が配合されている上に、僕が大好きなガラクトミセスバイオ液も入ってるし、ナイアシンアミノも入ってるっていう、まあ、かなりね、優秀な美容液だと思ってます。これもね、エイジングケアにいいかなって思ってる美容液です。毛穴のケアにもいいし、きめ細かい肌を叶えてくれる美容液かなって思ってます。あ、ちなみにテクスチャーはね、めっちゃサラサラしてる感じですね。オバジュと同じ感じかな。ほんとテクスチャーに似てるかも。オバジュと同じサラサラなテクスチャー。で、次が、ミシャのビタシープラス美容液っていう美容液なんですけど、これは韓国の美容液で、日本でいうと医薬部外品にあたるような機能性化粧品っていうものを取得している美容液です。なのでちゃんと効果を期待できるよっていう美容液で、ナイアシアミドとビタミン C 誘導体が入ってるっていう感じですね。なので美白とかシワ改善にもいい美容液ですね。結構とろみのあるジェルっぽい感じのテクスチャーで、こんな感じですね。でとろみのあるんだけど、オイルっぽさが全くない感じ、感じさせない。ちょっとジェルっぽい感じのテクスチャーです。でさっぱりしてて、塗った後結構保湿力があるので、テクスチャーもめちゃくちゃいい美容液ですね。刺激もほぼなくて使いやすいかも。あと最近僕ね、このミシャのビタシー美容液ばっか使ってるかもしれない。で、最後、四つ目がこちらですね。クレアスのビタミンドロップ。これ結構有名なやつだと思うんですけど、クレアスのビタミンドロップっていう美容液、これはね、ニキビ後にめちゃくちゃいいかなって思ってます。ただ刺激がかなりあるので、ちょっとね、敏感肌さんとか乾燥肌さんとか、あとはちょっと刺激が弱い方っていうかな、は使わない方がいいかもしれない。オバジュと同じぐらい刺激が強いかも。こちらですね、まあ、これニキビ後にいいかなと思ってます。チミドロピーリングもいいんだけどね、チミドロピーリングよりね、僕クレアスの方がね好きかな、ニキビ後には。で、次ちょっとクリームいきます。最後ですね、いきます。クリームは3つあって、
まず一つ目が VT のシカクリームですね。これめっちゃ好きで使ってました。使って今も現在進行形使ってるんですけど、これはねテクスチャーがねもうジェルなんで、すごいねもうザジェルって感じのテクスチャーです。でと本当になんで弾力のあるジェルって感じなんで、割と伸びもいいし保湿力もジェルなのにかなりある。でニキビ、シカっていうとこうニキビとかくすみにいいって思うんですけど、まあニキビというよりはもちろんくすみにもいいんですけど、ニキビっていうよりはどちらかというとマスクによる肌荒れなので、一時的な敏感肌の、まあ、揺らぎ肌にめちゃくちゃいいかなと思ってます。さっぱりしてるので、まあ、姿勢肌の方にかなりおすすめかなと思ってます。なので、まあ、乾燥肌さんには少し物足りないかもしれないんですけど、ジェルクリームの中で保湿力があるので、まあ結構ね姿勢肌さんとか混合肌さんには使ってみていいんじゃない、混合肌さんにはかなりおすすめなクリームです。次が、またちょっと鹿なんですけど、次これこちらです。これはドクタージャルトのシカクリーム、こっくりミルキーのテクスチャーで、伸びが良くてベタつかないような感じのテクスチャーになってます。なので使用感もめちゃくちゃいいです、ね、で、まあ、ニキビ予防と肌荒れ予防にいいよっていうやつですね。シカクリームの中では多分一番効果があるんじゃないかなと思ってます。僕はトーンアップしてくれるし、普通にニキビもできにくい、ニキビ予防にもかなりおすすめなクリームでした。ただテクスチャーは僕やっぱりこっちの方が好きかな。テクスチャーだけで言うとで、安さもねこっち4000円超えてるんですけど、こっち2000円ちょっとだったかな、なのでちょっと大体半額くらいなんで、まあ、少しちょっとお財布と相談しながらどっちを選ぶかはお任せしますっていう感じです。で最後キュレルのクリーム、こちら最後のクリーム紹介するんですけど、これですね、キュレルの美白フェイスクリーム、美白ケアフェイスクリーム、これがおすすめなクリームの最後です。何がいいかというとですね、カモミラ ET っていうその花王さんにしか作れないっていうか、花王さんブランドにしか配合できない成分が入ってて、日焼けした後のケアとしてめちゃくちゃ優秀なクリームですね。春とか夏とか紫外線がより強くなる時期にかなりおすすめなクリームになってます。紫外線当たった後に、まあ、シミの原因の元となるメラニンがこう排出されて、日焼けによるシミそばかすを防げるよっていうクリームですね。おすすめです。で、テクスチャーはちょっとね、ちょっと中身これもないんですけど、テクスチャーはね、本当に保湿力があるのにマジでベタつかないっていう。ただ温泉上がりとかお風呂上がりとか、まあ、温泉行った後にこう外出るじゃないですか。外出る時に結構普通のクリームだとめっちゃ乾燥すると思うんですけど、ぶっちゃけこれもねすごい乾燥肌さんとか、そういうすごい過乾燥な状態になるとちょっと正直保湿力足りないかなと思うレベルなので、まあこれを使うんだったら、まあ、ちょっとサブで紹介しますけど、こういうティルティル の, そのグローマスク、保湿をさらに促してくれるような美容液とかも使ってみると相乗効果でいいかなと思ってます。まあ、なのでちょっと保湿力的にはちょっと物足りないかもしれないけど、それ以外の部分ではマジでめちゃくちゃいい。セラミドも入ってるし。で、ちょっとサブで紹介したいのが、今紹介したティルティル、これはマジでね、本当保湿が足りてない方、カーツワダさんとか保湿が足りてない方はマジでこれ使ってみてほしい。本当おすすめです。で、これ使うときにちょっと特徴、気をつけた方がいいのがね、泡状の美容液なんですけど、これ全部バーって出しちゃうとね、結構量多くて、ベタついちゃうんですよ。なのでちょっとこんぐらい、このくらい、本当に少し出して、肌にこうつけていくと、これでもね、ちょっと多いかもしれないんですけど、これもちょっと多いかもしれない。出しすぎたかも。少なめに出してこうやって肌全体馴染ませると、いい感じで程よく保湿できるので、おすすめですね。ティルティルのグローマスク。本当におすすめです。っていう感じで、まあ、僕が今使ってるスタメン化粧品、スキンケアと、あと肌質がマジで変わったスキンケアアイテムたちでした。でも他にもね、まだ紹介しきれてないものもあるんですけど、とりあえずこんな感じで、終わりにしたいと思います。みんなのおすすめのスキンケアアイテムとか、あとは、メイクアップアイテムとかね、もしあれば、コメント欄とかで教えてくれたら、僕ちょっと使ってみたいと思うので、ぜひご紹介してください。っていう感じで、ちょっと早口、めっちゃ早口だし、ちょっと長編動画慣れてないので、わかりづらいと思うんですけど、よかったら高評価とかコメントをもしてくれたら嬉しいです。それでは、じゃあね。